はい、それでは諸君こんばんは、中学3年生でございますね、統一テストがやってくるので2年生の範囲の復習をしておこうということで頑張ってみたいと思います。いろいろあって、何から手をつけていいのかわからないなんていう方もいると思うのね、そして、やっぱり図形系がどうしても弱いっていう感じは見れたのね。だからちょっと図形系のこれまあ難しくないですよ、難しくない問題なんですが、導点のちょっとした先っぽの走りとね、確認をしていきたいと思います。まずはですね、まあこの X の角度を求めなさいといういつものパターンで平行線の補助線を引いていきますよね。で、補助線もう引いちゃってあるんですけど、この補助線を引くことによって同位角そして錯覚で角度を求めていくパターンのものです。ではちょっとやっていきましょう。まずは補助線引きました。たらまずここの角度を、黒いところの角度を求めましょうね。これが180から131を引けばいいので49度という角度で出てきます。これの同位角がここに出てきますから、ここに49度を持ってきますね。そしたらその下の角、この角ですね、これが92から49を引けばいいので 92-49 という形で出てきます。でこれが、43度という形で出てきますよね。だからここが43度になります。ただこの錯覚ですね、今度はね、錯覚を持ってきて43度を持ってきます。さあそしたらもう X 出てきますね。180度から43度を引けばいいので、137度という形で出てきました。はい、そして次7番、これがね結構みんな詰まってましたね。一つの内角の大きさが144度である正多角形は正何角形ですか。ここには内角って出てるんだけど、まあ多角形系は外角で攻めるのがとっても簡単なので、なぜかというと外角はどんな多角形 N 角形でも外角の和って360度って決まってますよね。ですのでこの外角の和の360度っていうのは使えないです。それなのでまず内角と外角というのは足したら必ず180度になっているので、180度から144度を引くことによって外角を求めるんですね。36度という外角が決定いたします。そしたらその外角を使うんだけれど、正多角形ってことは全部同じ外角、同じ大きさの外角だよね。それが何個か集まって360度を作っちゃったわけだよな。ってことは360度を36度で割ってあげれば何個角があったのか、これが分かるわけじゃん。そうすると簡単なこれ結果出てくる、10角形っていうことが分かったんだよね。だから正10角形って答えてくれれば正解になります。正10角形という形でですね、もう一度確認します。内角が多分出てくると思うので、まず外角を求めましょう。180から内角を引けば外角が出てくるからね。そして外角の和360度をその角度で割ると何個角があったかが見えてくるよ。はい、それでは続いて等式の変形、これは難しくないと思うんだけれど、まず項が1項1項と左辺の上に1個ずつしかないときはこれ入れ替えるのがいいね。入れ替えちゃいましょう。三角形 B-C がイコール A となりました。そしてここ分配しちゃったらダメよ。分配したらダメなのね。ちょうど今ね2年生で教えたところなんだよね。ほんとこれは3で割る。 B-C が3分の A と持ってくる。で B について解けたからマイナス C を移行するだけだから、わお簡単簡単。B は3分の A プラス C とね、こんな形になってくれれば出来上がります。落ち着いてね、まずは入れ替えます。これ符号はそのままで大丈夫。そしたら3で割ってあげて最後に移行します。このパターン
それでは同点の走りをちょっとだけやっておこうかなと思います。正方形です。 P 君がですね動くんですが、 M からここに動くんですが、ここが D です。でここが D ですね。M からスタートして B、C、D まで動く。毎秒1センチです。毎秒1センチですね。X 秒後の三角形 MPC の面積を Y 平方センチメートルとするとき、次の問題に答えましょう。こういうことです。1秒間に1センチ進みますね。X が3のとき、Y の値はいくつでしょう。つまり3秒後ですから3センチ進んだということになりますね。この三角形の面積を求めればいいね。簡単。 Y は底辺が3、高さはここからここまで BC の一辺正方形の8センチ、 3×8×1/2、これで完成です。だから Y は12という形で出てきました。さあ、そしてもう一つ、点 P が BC 上、つまりここですね、にいるとき、この三角形の面積を出しましょう。 X を使ってね。ここは一つの大きなポイントです。これね、 PC の長さ、ここの長さですよ。これが分かればいいんです。分かればいいんですね。じゃあどうやって求めるかというと、まず毎秒1センチで進んでいるから、P 君は P だけにねP と来て、赤で行った進んだ距離が X 秒後の X センチなんですよ。この赤で進んだ距離が。となると PC はここからここまで全体から赤を引ける。じゃあここの全体 PMB、MBC を足したもの、4センチと8センチを足したもんですね。ここは4でしょ、ここは8だから12センチなんですよ。それから P 君が X 秒後に進んだ X センチを引けばいいんです。これは同点にとってはとっても大事な話なんです。ぜひ理解してほしいなと思います。そうすると PC は 12-X なんですよ。これを使って三角形の面積を求めれる。 12-X、 高さはこれが4なんですね。こっからここまでが高さで、 PC が底辺として考えたらいいよね。だから Y は底辺×高さ ×1/2 という形で OK。 約分して2ってことは Y は -2X+24、 こんな式でできてきますね。まだこの問題は続くんだけど、とりあえず今日はここまでにしておきます。大事なのもう一回、まず1問目として同点の問題は必ず具体的な数字が出てきます。三角形の面積を求めろよとかっていう。だから必ずこれはね、数字を出して代入したら絶対できるから、諦めずこの問題だけは必ず解きましょうよ。そしてもう一つ大事なポイント、 P 君が動いた時にその動いた距離はどうなっているのか、 X 秒後に進んだ距離、これがとっても大事なんです。これが毎秒1センチだったら X センチなんです。 X 秒後にね、進んだのが毎秒これが2センチだったら、これは 2X センチになるんです。 X 秒間に進んだ距離、これがとっても大事なポイントになりますので、よく押さえておこうね。それではまた。